ブンブンハロー YouTube。どうも、ヒカキンです。というわけでね、今日やっていく企画はまあタイトルにもある通り、マリオをね、僕はね、倒してみたいんですよね。で、マリオを僕の好きなキャラで倒してみたいなっていうふうに思って、僕がね、マリオワールドの中で結構大好きなキャラクターのドッスンっているじゃないですか。あのドッスンがまず何キロくらいあるのかなっていうことを計算してみたいなっていうふうにずっと前から思ってて、それプラスね、それプラスドッスン何体分で、まあマリオを倒すことができるのかっていうことを考えたらすごい面白いんじゃないのかなって思って、まあ今日はね、まあそいつを、どんどん計算していきたいなって思ったので、やっていきたいと思います。というわけでね、検証 VTR どうぞ。はい、というわけでね、まあ実際にね、マリオがね、どのぐらいで死ぬのかっていうことについてね、実際にね、このビデオ2でね、やっていきたいなと思います。はい、じゃあ行きます。謎めん、マリオめっちゃ好きだ、この。このゲームめっちゃ好きなんですよね。パッパパッパでってれ、でれれれれれってれって、でれでれでれ。あ、いましたね。やっぱりドッスン。ドッスンいた。おい。お、死んだ。くっそやろ。死んでしまいました。マンマミーやな。ポポポポポポ。というわけでね、ドッスンいました。ここにドッスンいるんですけど、まあ実際にね、マリオがこのドッスン何回分の、攻撃で死ぬのかということから。マリオ、ドッスン何体分でマリオが死ぬのかについてね、まず計算していきたいなと思います。じゃあマリオ、セット。おい、死にましたね。はい、だいたいマリオの HP は8ぐらいなんですけど、まあ1回の攻撃で、まあ3ぐらい食らってるってことが分かりましたね。というわけで死にましたね。というよりマリオもいなくなっちゃったんですけれども、はい、というわけでまあ検証終了なんですけれども、まあ、マリオはだいたい、1回の攻撃で、だいたい3ダメージ。で、全 HP が8だったんで、まあ、ドッスン3分の8体分で、だいたいマリオは死ぬんだっていうことが分かりました。じゃあ、それじゃあ計算してまいりましょう。はい、どうも、というわけでね、もう実際に計算してしまいました。ということでね、まあ、実際にこの計算のね、回想していきたいんですけれども、まあ、先ほどね、まあ、ゲームしていったんですけれども、まあ、ドッスンとマリオの、まあ、身長の比っていうのを比べたら、まあ、大体、まあ、この写真、ここに示した写真の通り、まあ、大体、1対3ぐらいかなっていうことが分かったんですね。で、それで、マリオ身長調べたら、155センチっていうことが分かったんですね。で、ということは、まあ、ドッスンの身長を計算すると、ここに示した通り、155×3 センチになるわけですよ。で、まあ、ドッスンが、まあ、完全な、まあ、立方体であるというふうに仮定すると、まあ、ドッスンの体積っていうのは、155×3 の3乗の立方センチになるんですね。で、それに、まあ、ドッスンの密度をかけたかったんですけれども、まあ、ドッスンは、まあ、基本的に、まあ、石じゃないかなっていうのを思って、まあ、石の密度について、調べたら、まあ、大体、中くらいぐらいの密度で、まあ、3.0g パー立方センチですよっていうふうに書いてあったので、まあ、そういったかけました。そしたところ、まあ、ドッスンの重さは30トンっていうふうに計算できました。でね、またね、マリオっていうのは、ドッスン3分の8体分で、マリオは、死んでしまうということで、まあ、そちらでね、どんぐらいでマリオは死ぬのかっていうことをね、計算したところ、まあ、80トンっていうことでね、まあ、これ結構事件性感じますよね。まあ、80トンっていうことで、まあね、まあ、1トントラック、80体分っていうことなので、まあね、結論として、まあ、マリオは基本死なねえ。チャンネル登録よろしくね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 。チャンネル登録。